小さい僕が大冒険。ネット購入。今日はね、ネット購入です。また出た。なんかね、これはすげえんだぜみたいなこと語ってますけどね。行ってみようって言ってますけど。まあいいです。邪魔です。ベストコレクション、僕は邪魔。僕は邪魔じゃ。僕は小さいです。購入価格。1148円です。もう、邪魔です。邪魔です。まあね、小さい主人公がね、いろいろ、まあ大冒険するというゲームです。パパの不倫があるみたいですよ。なんだなんだ。ルリの恋愛。この辺が気になりますね。このヤンスっていうのは何なのね。ヒントでヤンスって、いや邪魔です。いいです。傷もねないですね。なんか俺が傷見てやったぜみたいな感じになってますけど、あ、もう閉めちゃうんだ。主人公はね、5センチメートルのね、僕ちゃんらしいです。小さな大冒険ということでね、地球にやってくるみたいですよ。なんかチータンはね、紹介終わってね、バイバイってしてるんでね。それではね、動作確認いきます。グラフィック綺麗じゃない？結構好きかも。なんだ？スペースパイレーツが取って隠れ家としている星を発見することにした。あー、正義の味方なんだね。この星に来るのは初めてってことね。ドクンプルに噛まれたら素早く傷口をナイフで切り裂き、怖い。以上、注意して行動してほしい。だって、他の注意事項が気になる。プロジェクト P、 すごいね。すごいね。どれが主人公なんだろう。ニャンスはこのロボットか。あ、これが主人公か。トムだって。扱いされてんのね。すごい住宅街だね。
やばいじゃん。大丈夫？この家に不時着か。大丈夫？お？何？机の上に着いたってこと？宇宙船なんかいいよね。お、なんか近代的、光で降りてくるって。みよん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 って感じかな。よし、トム、大地に降り立つ。まあ名前がトムなのかも分かってないけどね、合ってるか分かんないけど。あんなところにエビ、エビ、ラッキーどういう意味なんだ。よし、迎えに行くぞ。あー、これを登れってことね。お、ナルト走り。集めればいいのね。この本を乗り越えて。オムレツ革命っていう本が気になる。ひまわりの種ケツ。あ、かわいい。なんかピンクのやつがある。登った。よし。なんだこれ、マネキンか。あ、マネキンか。よし、到着した。なんとか。下ろしてくれっち。なんでも語尾になんかつくのあれ。どうしよう、恐怖症なんだ。ほうほう。いやいや、教えてくれし。聞きたかったな。インフォチップだって。お、リビングにいるって。なんか屋根裏の宇宙戦争みたいな感じだよね。足プルプルしてるし。しかしキャラかわいいよね。うーん、やだやだだな。よし、あそこに飛びつって。やばい、落ちた。リビング、なんだこれ。廊下、廊下って書いてある。なんだ、
廊下に出れるってこと？あー、先に来た人が作ってくれたってことか。何？ポッポちゃん、ポッポ。ポッポ。いた。あ、なんかプーンって飛んできた。なんだ今の。ポッポがプーンって。これよくできたゲームだよね。これこの鍵って確かあのスーツケースの鍵だよな。手がカニパンみたいな感じだよね。そうだ、手でか。敵がいんのか。どうだ、こいつか。うわ、敵っぽい。わしの入手した情報によると、どこもドレグは知らんが、この世にラモほど次元爆弾を仕掛けた。次元爆弾仕掛けたって。しかもその爆弾は、ダメじゃん。爆弾を知るとか。わしはこいつで脱出するが、貴様らはコモイルと一緒に全員を連れるようだ。空だ、宇宙パタローの主力。どういうこと、コンポに入ってった。え、コンポが宇宙船なの。わ、すごい。穴が開いた。やばい、爆弾探さなきゃ。どこだ、どこだ、これか。あ、やばい。あー、爆発してしまいました。というわけでね、こういうゲームなんですけれども、いかがでしょうか。噛んだというわけでね、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。これからも応援よろしくね。バイバイ。